こんにちは、こんばんは、おはようございます。4周年記念ラジオスタートします。はい、今回はですね、リスナーさんからリクエストいただきましたので読み上げていきたいと思います。ニックネーム吉谷信者のさとこさんからいただきました。ありがとうございます。信者の方まあまあいるんですけど、ありがとうございます。結構ね、信者なんですっていうね、名乗っていただけると、まあありがたいですね。僕もやりやすいので。で、結構ですね、ご質問いただいてるので、行きましょう。これまでの人生の中で最大の失敗と成功は何だったのか、そこからどんなことを学ばれて次に生かしてきたのかを知りたいですというところで、まず1個目行きましょうか。人生の中での最大の失敗と成功は何だったのか。なんすかね。まあ、すいません。僕今は、なんだろうな、失敗の定義がないんですよね。昔は失敗の定義あったんですけど、これ勉強したりとかいろんな経験して、失敗がないということになってしまったので、失敗がないですね。最大の成功があるとするならば、鹿児島行ったことですね。はい。まあ、これ、本当に大きな分岐点だったかなっていうところですね。まあ、一人で旅立ったっていうところですね。まあ、一人で旅立ってなければ、この4周年記念ラジオみたいなのも絶対やってないだろうし、まあ、吉谷信者みたいな方も、結構何人かいただいたりとかするんですけど、まず吉谷信者一人も人生においていなかったでしょうね。だから独立した一人でやったっていうのは成功なんじゃないですかね。新しい道というか、新しい体験ができたっていうところですね。だからその失敗って、なんでみんなその失敗と思うのかなって、逆に。まあ、そっか。僕も振り返ってみると昔失敗だなと思ってたことがあるのであれなんですけど、なんだろうな、これはうまく説明できないんですけど、もう僕いろいろやりきった結果、失敗はないなっていう。じゃあ、ちょっとこれでまとめさせていただくんですけど、結局意味付けなんですね。大事なのは。大事なのは意味付けで、要は失敗と思う人は、思ってる人っていうのは、失敗という意味付けをしてるだけなんですよ、単純に。だからエジソンの言葉が分かりやすいんじゃないですかね。エジソンは失敗という意味付けをしてないと。例えば、俺は失敗なんかねえぞと。1万通りの成功をするためのうまくいかない方法を見つけただけだみたいな、失敗の意味付けをしてないんですよ。だからその失敗は成功に必要な意味付けみたいな感じなんですよね。だから人間って、その他の動物と違って、ある現象だったり、ある物事に対して意味付けができるっていうのが人間の一つのすごいところなんですよ。で、逆に言うと、その人間のすごいところを使わないと、なんだろうな。人間のそのすごいところを使ってるからこそ文明が発達している。例えば、なんだろうな。ゾウさんとかキリンさんとか、まあまあ長く生きてると思うんですね。猿とかも。じゃあなんで新幹線作れてないのっていう。なんで電車作れてないの、なんで車作れてないのっていうとこなんですよ。それって人間がいろいろ生きていく中で、これはこういう意味なんじゃないかとか、まあこのな何か起こった時にこういうことなんじゃないかっていう、何かしらの意味付けをしてきて、そこに対して、なんか知識を働かせて、まあ改善改良を加えた結果、まあ新幹線作ったりとかね、飛行機作っちゃったりとか、なんかいろいろできたと思うんですよ。だからそのどんな意味付けをするかで、どんな意味付けをするのかっていうのがめちゃくちゃ重要かなと思いますね。どんな意味付けをするのかっていう。もう僕はもう失敗の意味付けをしなくなっちゃったんで、逆にこれはなんだろうな。昔ね、好きな言葉があったんですけど、そのね、ドラマでね、高視聴率取ったそのジンっていうね、ドラマ見てた人いてるかな？かなり昔のドラマなんですけど、その意味付けが僕結構好きで、神様は乗り越えられない試練しか与えない
っていう言葉なんですよ。そのドラマに出てくる言葉が僕好きで、ただ僕神様あんま信じてないんですけど、神様信じてないけどその言葉好きっていう。ああ神様は試練を与えてくれたんだなっていう意味付けができると、多分乗り越えようと思えるじゃないですか、単純に。だから結局現象変わらないんですよね。どんな考え方をしても、どんな意味付けをしたところで現象は変わらないんですよ。例えば、あ、今日雨降ったなとかね、うわなんか嫌だなと思っても、その現象って変わんなくないですか。でもその雨降ったことに対してどういう意味付けするのか、あ、今日雨でなんだ道がぬかるんでるぞと、あ、そうそう、この前、そう、この前僕あの車でね、車でその鹿児島からそのなんかあのドリームカーフェスみたいなそのフェスに参加してきて、まあ、四国行ってきたんですよ。で夜中旅だったんですけども、その時にめちゃめちゃ大雨だったんですよ。結構夜旅立ってめっちゃ大雨ぶわ降ってるんですよ。マジかと思ったんですけど、でも僕はその大雨に対してどういう意味付けしたのかっていうと、あ、これは神様が気をつけて運転しろっていうことを言ってるのかな、ありがとうみたいなね。でそれはそうですね、大雨降ってたらそのアクセル踏めないんで高速道路もねゆっくり走るしかないですから、視界も結構なかったんで。でも逆にその気をつけるじゃないですか、大雨だからね、大雨だし視界が不良だから気をつけて運転するし、スピードも出せないしっていうところで、あ、これは神様がなんかあの言ってくれてんじゃないかなみたいなっていう意味付けした方がなんか良くないですか。で逆にこれをですよ、ふざけんなよ、なんで大雨降ってんだよみたいなね、思ったらなんか気持ち微妙になりますよねなんかせっかく出かけるのにね、なんか雨かみたいなね、なんかそう、なんか気分落ち込むじゃないですか。じゃどっちの方がいいですかって話で、だから僕は神様はあのいるのかいないのかとか、神様を信用しているのか信用していないのかどうでもよくてただし うまいように使わせていただくっていう感じですね。神様をうまいように使わせていただく、だから神様を崇拝するんじゃなくて神を使うっていうね、これいい言葉だな、神を崇拝するんじゃなくて神を使うっていうね、神がかってますね神を使っていくっていう、神がかってんじゃないですかそんな感じですね。な、人間っていうのはどんな意味付けができます。でそれが唯一人間が持ってる結構武器なんじゃないかなと思うんですよね。だからまあそんな感じですかね。だから僕もありま、あるっちゃあるんですけどね、ただもうこの思考プロセスがあるので、失敗したなっていうのは、例えばですよ、僕じゃああるとするならば、あ、こう売れなかったなみたいな、売れなかった、売り上げが上がらなかった、失敗したなありますよ。だけどそこに対してどういう意味付けするのかっていう、あ、じゃあどこが悪かったのかな、あ、じゃあこれは改善しないといけないんだなとか、なんか結局そういう意味付けをして前に進むっていう。だ、人っていうのは例えば目標とか夢に向かって、まあ、自分が成し遂げたいなんか生活とかなんかあると思うんですよ。こんなの欲しいとかね、こんなの食いたいとか、こんなのと住みたいとか、こんな自由な生活したいとか、なんかいろいろあると思うんですよ。じゃあそれを成し遂げるために前に進むしか道ないんですよ。もう一度言いますね、まあこれ聞いていただいてる方でもね、まあお金月収100万稼ぎたいとか、まあいろいろあると思うんですよ。じゃあそれってじゃあどうやったら成し遂げられるのって話で、前に進むしかないですよ、新しいことやって。え、それ以外あります？今現状維持で、コンビニのバイトしてて月収100万達成できますか？現状維持で絶対無理ですよね。なので前に進むしかないでしょ。しかも新しい道ですよね。で新しい道をこう歩く上で一番大事なのって勇気づけなんですよ。その道を歩くための勇気なんですよ。まあ、これアドラーの心理学勉強されてる方はね、なんか勇気が足りてないみたいなねあると思うんですけど、勇気が必要なんですよ。だけどそういう意味付けをすることによって自分で勇気をねこう作り出せるというか、一歩前に進める糧となるっていうところですね。そういう意味付けをすることによって、だからほとんどの人が、まあ、勇気が足りてないのかなと。じゃあなんで勇気が出てこないのかっていうと、そういう勇気が出る意味付けができていないっていうところですね。まあそんな感じじゃないですかね。はい、
ということで、いただいたやつ回答しました。もう一個いきましょう。4つぐらいあるな。吉谷さんの人生のモットーである信条や方針、情熱にあたるものは何なのか、その秘密を知りたいです。凡事徹底、誰もができることを誰もがやらないレベルまでやる、こういった格言が他にあるようですが知りたいですと。まあ凡事徹底は僕が言った、これもね、僕は別に作った言葉じゃないですし、作られた言葉を使わせてもらってるっていう、神もね使うみたいな話なんですけど、まあ、自分で作ることって難しいじゃないですか。だからあるものを使ってばいいと思うんですよね。例えば僕はイチロー選手の言葉とかめっちゃ好きなんですけど、まあ、そういうのを使っていくってことですね。なんかまあ、人生のモットーか。人生のモットー、信条。信条、情熱。まあこれはね、ぶっちゃけ言っちゃうと、ぶっちゃけ言いますよね。情熱があるように見えているだけであって、僕は情熱はあんまないです、はい、これがもう裏側の部分ですね。情熱があるように見えているかもしれないですけれども、情熱はないです。うん、普通です。ただ頑張ってがむしゃらにやってるだけですね。だから売り上げ毎月作んないといけないわけじゃないですか。飯食うために10を確保するために毎月僕売り上げ作んないといけないわけでしょ。だから商品も売るし、で、それがむしゃらにやるしかないんですよ。まあもちろんテクニカル的な部分とかね、経験値でいろいろあるんですけど、ビジネスっていうのは 100% ではないです。どんなに経験があっても、どんなに知識があっても、100% 当てるってことはまず無理です。イチロー選手も打率3割ぐらいですよね。3点何歩とか。あれだけの偉業を成し遂げた人でも、100% 打率で 100% ヒットを打つことは不可能なんですよ。だからその中でやっぱがむしゃらにもがくしかないんですよね。でそのがむしゃらにもがいてる姿をただ見て、なんか情熱あるって見えてるだけじゃないですか。僕はただマウスですよ。マウスくる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 回ってるみたいな、ひたすらくるくる回ってるみたいなね、そんな感じじゃないですかね。だからまあ信条というか、まあ本当にまあ今を生きるっていう感じですかね。今を生きるっていう、今最大で生きるっていう、それじゃないですかね。だって明日死ぬかもしれないじゃないですか。みんななんかよくね、稼げる保証ありますかとか、本当に稼げるんですかみたいな、まあこれからもいただくと思うんですけども、明日生きてる保証あるんですかみたいな、これなんかアドバンス打った時かな。そう、アドバンス打った時に、なんか吉谷さんなんか20年ぐらいサポートあるって言ってるんですけど、吉谷さんすいません、これ言葉ちょっとあれかもしれないけど、吉谷さん生きてる保証あるんですかみたいな、サポート吉谷さんがなんかあった時にどうなるんですかみたいな、ちょっと言葉すいませんみたいな、なんか質問いただいて、で僕はその方に逆質問したんですけど、逆に、あなたは明日生きてるんですかみたいな、明日生きてる保証なんかないんですよね。地震だって、日本なんか地震大国ですし、災害もいっぱいあるし、ね、東海大地震だったりとか、東京大震災だったりとか、もうプレート揺れてて、もういつあるかわからないって言われてるの、そんなの僕言わなくても言われてると思いますし、もう何あるか本当わかんないですよね。だから過去から学べることってたくさんあると思うんですけど、阪神淡路大震災とか、東北大震災とか、あの津波を見た時にね、だから僕は東北大震災の津波、リアルで見た時に、もう本当に結構その価値観というか考え方が大きく変わったなっていうところありますよね。映画じゃなくてリアルでそれが起こったっていう、津波でボコボコその流されていくっていう人がね、だから何あるか分かんないですよ。あと原発問題も放射能問題もありましたしね。だからまあ常に危機意識を持っているというか、まあ明日死ぬかもしれないし、何が起こるかわからないから、今をやっぱ全力で生きる、今日という日を全力で生きるっていうのが人生の全てなんじゃないかなっていうのが僕の答えですね。だって今日全力生きて楽しくやって死にたくないですか。なんか今日悩んでね、なんか今日悩んで、ああ最悪だって言って、明日なんか地震で死んでるみたいな、嫌ですよね。だったらなんか楽しく終わりたいじゃないですか、どうせ終わるんだったらね。それね、僕ね最近その
ゴディバさんだったかな、そのラッパーの人いるんですけど、長崎出身のラッパーの人で、僕好きなラッパーさんいるんですけど、そのラッパーさんの歌で、あの生まれた時は泣いて生まれると、だけど死ぬ時は笑って死にたいみたいな、死ぬ時ぐらいは、生まれた時はね泣いて生まれてくるんだから、あの死ぬ時は笑って死にたいみたいな歌詞があって、あそれいいねと思ったんですけど、えそうじゃないですか、生まれてくる瞬間って泣いてますよね、おぎゃーってだから死ぬ時は笑って死にたくないですか、うんって話で、いい歌詞だなと思ったんですよね。何の歌かちょっと忘れましたけど、うん、だから今を全力で生きるっていうのが、まあ、全てなんじゃないかなと思いますね。うん、だからその今を全力で生きてるから、なんかなんかあとは今を全力にもがいてるマウスがブワーやってるみたいなマウスがくる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 回ってるっていうところを、まあその見ていただいて情熱があるんじゃないかなって思ってるだけで、僕は情熱はないと思いますけどね。やるべきことを単純にそのやってるだけなんで、秘密ね、秘密があるとするならば、やっぱ危機意識持っていつ死ぬかわからないっていうことを常にやっぱあの自己暗示して、じゃあ今日何するっていうとこですよね。だから結局みんな惰性で生きちゃうんですよ。なんで惰性で生きるかっていうと、明日もどうせ生きてるだろうっていう、ね、その考えてないかもしれないですよ。明日俺生きてるだろうなって多分考えてないと思うんですけど、だけどなんか無意識レベルでなんか明日もあるだろうなって、寝たら明日あるだろうなというか、なんかそこあんま考えないじゃないですか。僕は人よりそれを考えてる部分が多いかなっていうところですね。だからまあ30代やりきるっていうところもあと2年しかないなと、40歳になったらもうアラフォーだぞと、髪の毛もどんどん抜けていくしまあネットビジネス出会った時は20代だったのに、もう気がついたら38だと、でやれることももう少なくなって、どんどん少なくなっていく。だってやれること絶対少なくなるじゃないですか、本当に。明日、だからあとツンクさんですよね、シャランキューのツンクさんとかも、歌をね仕事としてた人が喉をね手術して喋れなくなったって知ってる人いるかもしれないですけど、何あるか本当わかんないんで、だそれをねやっぱ常にやっぱ自己暗示していくっていうか、まあ僕が言ってることは嘘ではないと思うんですね。明日自信が絶対ないって言い切れる人いますか？いないですよね、多分。そう。で、まあ今回ね、今年はコロナですよ。じゃあこれだけね、コロナがね、蔓延、世界中に蔓延するなんて誰が予測できましたって話で、最初の方がね、絶対最初一言だったじゃないですか。まあ、絶対 100% 一言です。最初、今年の1、2月は。もう中国の武漢で、出たっていうのは絶対情報で出てたけど、一言だったはずです。まあそんなもんなんでね、はい、そんな感じでございますね。秘密はないです秘密は申し訳ないですけどないですね。ただ前向きに、ただひたすらやるべきことをやる、やりたいことをやる、でやりたいことをやれるようにやるべきことをやる、もう一度言いますね、やりたいことをやれるようにやれるべきことをやる。そうじゃないですか。自分は自由、このまあ自由になって4年経ちますけど、本当ね独立して思うことが、こんな生活があるんだなみたいな、こんな自由な生活があるんだなっていうのがね、本当に身に染みて、人生ってこんなに楽しかったのかみたいな、自由ってこんなすごいんだなっていうのが、まざまざとこの4年間を体験できて、だから逆に言うと、まあ明日死んでも僕は後悔ないんですけど、でもこの生活を維持していくためにはやるべきことをやらないといけないですから、まあその、やりたいことをやるためにやるべきことをやるって感じですかね。がむしゃらに。そう。はい。じゃあ次行きましょうか。吉谷さんにとって理想の生き方を体現されている方いらっしゃいますか？その理由を知りたいです。理想の生き方を、理想の生き方は僕じゃないですか僕ね、あんまり他の人に興味ないんですよね。だって自分がどう生きるかじゃないですか。他人がどう生きてようが、もちろんその、あ、こういう生き方がいいなとか、
その影響を受けますよ。受けたりとかもちろんなんかいろいろあるんですけど、最近は自分軸でしか生きてない部分があるので、なんだろうな、自分自由に生きてるからいいんじゃないかなっていう感じですかね。だから結局答えっていうのは自分の心の中にしか答えがないってことですね。他人の生き方に答えはないと思います。もちろんその点でヒントはあります。ヒントはあるんだけども、そこでめっちゃ考えてめっちゃ行動して自分の中で答え出すしかないんですよ。なんでヒントはあるけれども答えではないということなので、まあ結局僕はもう自分の中で答えを作って今生きてるので、あんまりそのなんだろうな、他の人の生き方に興味ないですね。あんまり生き方には興味ないけど、考え方には興味ありますよね。それを実現してる CPU はどこにあんのかっていう、唯一言うならば、興味があるとするならば、それを実現化できた CPU コアは何なのかっていうところですよね。そこには興味あるので、いろんな話を未だに聞きます。そう、ただ僕はもう自分で自分の答えを出して生きているので、自分が正義ですね。でその正義は他人から何言われようと自分がそう思ってるんで、それはそれでいいかなっていう感じですよね。まあ多分ね、生きてるので一番辛いのって比較する、まあ比較をどのようにこう使うのかっていうのも大事なんですけど、逆にその比較に使われてしまったら比較の泥沼ですね。例えばあの人は、 A さんはこんな生き方をしてていいなとか、 B さんはこんな生き方こういいなとか、 C さんはこんな生き方してていいなとか、もう比較の泥沼地獄ですね。だから比較を使うのはいいんですよ。あんな生活してみたいなと思うから、じゃあ俺も頑張ろうっていう、その比較対象を自分のパワーに糧に変えるのはいいんですけど、比較の泥沼にはまってしまって、なんか自分の軸というかね、そういうのがなくなってしまうのもあるので、まあそんな感じですかね。なんで理想の生き方かわかんないですね。自分が正義ですね。はい、最後に、じゃあこれ最後の質問ですかね。最後に、吉谷拓郎さんの人生にタイトルをつけるとするなら、毎日が冒険なのかなという気もしますが、他に何かこれぞとまさに自分の人生を思えるタイトルがあったら教えてください。あ、これはね、去年か作ったんですよ。これローランドさんのパクリなんですけど、これがね、僕の今の、まあ、30代というかね、まあ、今後変わると思いますけど、まあ、もう2年コンテンツビジネスやっていくぞみたいな決めてる部分で、ローランドさんは俺か俺以外かっていうね、やつ言ってましたけど、僕は俺は逃げない、いつも逃げるのは俺以外っていうね、これです。俺は逃げない、逃げるのはいつも俺以外っていうね、これローランドさん、ローランドさんと高橋歩をコラボしたっていうね、ローランドと高橋歩のコラボレーション言語ですね。だからドリームアカデミーはね、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だっていう、これ高橋歩さんの僕好きなんですけど、言葉を使ってるんですけど、ローランドさんと高橋歩さんコラボして、俺は逃げない、逃げるのはいつも俺以外っていう、これで結構今やってる部分ありますね。絶対逃げへんと、で逃げていくのはいつも僕以外だと、俺は逃げないと、みんなが逃げようがみんながやらなくなろうが俺はやるよと、世界がどんな状況になっても俺はやると、日本がどういう状況になろうが、経済状況がどうなろうが動画を撮るとかね、俺はやると、周りにも支配されない、社会に、一般常識に支配されない、俺は何と言われようとやるっていう、俺は逃げない、逃げるのはいつも俺以外っていう、これが結構ね、去年作ったんですけど、結構バシッと入ってる部分ありますね。特にもう本当に30代コンテンツビジネスもやるぞと、あと2年やりきるぞっていうのを決めてる部分あるんで、であとは、まあ、実際そのサポートとかお客さんのこうしている中で、やっぱまあやっぱみんなやらなくなってしまうっていうところをまざまざとずっと見てるので、やってほしいなっていうところもあるし、あとやっぱ僕が逃げちゃったら誰がその道を示してくれるのっていうのもありますよね。まあちょっと切れすぎるな
いやでもまあそれは実際あると思います。俺以上にやれるやついないから、俺が道示していかないと、背中を見せないとダメだなっていう。だからそこの背中を見せるっていうのがすごく僕は大事だと思うんですよね。なぜならばやっぱその会社勤めしてた時にすごくその思ったのが、まあもちろんその上の仕事は上の仕事であるんですけど、やっぱ現場は現場のでなんかいろいろあるわけですよ。だからその方針がいろいろ変わった、会社の中でいろいろもう方針がぐる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 変わったりとかしたりとかして、まあそういう荒波でね、揉まれて揉まれて、その葛藤、いろんな葛藤で生きてきたんですけど、やっぱ何かぶれないものっていうのがまあ一つの光ですよね。そういうのが絶対的に僕は生きていく上で必要だと思うんですよ。光っていうのは絶対ぶれない何か光ですよね。ここだっていう、まあ僕が逃げちゃったら、そもそもね、ドリームアカデミアのコンセプトも、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だっていうのを掲げてるわけですから、僕が逃げちゃったら塾生さんにも示しつかないですし、だから塾生さんの10倍100倍やっていくみたいな話ですよ。まあそういうなんか心意気わかんないですけど、なんかそういう気持ちはやっぱありますよね。俺は逃げないよっていう。だから逃げないから、ずっとやってるから、60歳までやるから、本当やって人生変えようぜっていう。人生変えられるよと。僕だってやってきたからただできるだけであって、僕の今を見てる人はね、僕の今を見てる人は、なんやろな、吉谷さんだからできたんでしょって思う人多いかもしれないですけど、いや、悪いですけど、そう言ってる人のスペックより僕はもっとスペック低かったよっていう話で、誰よりもできない人間だったんですよ。で、誰よりもできない人間だって、社会の底辺だった人間でもできたから、絶対できるよっていう。まあ絶対はないかもしれないですけど、まあ絶対って言いたいですよね、ここは。だから絶対って言いたいし、それをやってもらいたいから、まあ背中を見せ続けるっていうことですよね。であと嬉しいですよね。吉谷さんのおかげで変わりましたっていう、吉谷さんとの出会いがなかったら今ないですって言ってくれる人が、やっぱドリームアカデミアも4年運営して出てきたんで、まあやっててよかったなっていう。多分まあ本当金八先生じゃないですけど、人っていうのは人にこう支えられて生きてるわけじゃないですか、人っていう字は。だから少なくても底辺だった人間がね、就職活動も10社以上落ちて、君アルバイトでも難しいよって言われた人間が吉谷さんのおかげで人生変わりましたっていう立ちポジショニングまで来れたっていうのは、すごくなんか僕もやっててよかったなっていうのがあるんで、まあこれからもなんかそういう人がね、一人でも多く生まれれば、なんかこの世に生まれてきた意味付けができるんじゃないかなっていう、後付けですよね意味付け後付けができるんじゃないかな。だからなんかこれを使命とかね、なんか言ったりとかすると思うんですよ。生まれてきた使命とかね、なんかいろいろあると思うんですけど、あんま僕そういうの気にしてないんですけど、なんかちょっとでもなんか僕を通して人生変わればいいなとは思ってます。なぜならばこの人生楽しんで、めっちゃ楽しんでマジで楽しいですから、自由にやるっていうのは。やっぱ誰にも縛られない生き方っていうのはある、今はあるよっていうとこですよね。みんな何かに縛られていて、みんな何かにその怯えていて、みんな何かに不安を抱えている。まあもちろん僕もありますよ、あるんだけども、なんだろうな、それを克服もできるし、素晴らしい人生っていうのは送れるよと、いうことですね。まあ本当みんなやっていただきたいですよね。絶対変えられるんで。ただね、今の仕事で、例えばまあコンビニのバイトなり、なんか今働いてる仕事を10年20年30年努力しても、多分僕の生活はできないと思うんですよ。まあすいませんね、僕の生活したいと思ってない人が聞いたらちょっとあれかもしれないですけど、なんかどこに力を注いだ方がいいのかっていう。だから僕がラッキーだったのが、本当にこれラッキーだったなと思うのが、当時まだ ADSL 時代ですよね。でその時にまあ就職活動もできなかったんですけど、これからその
多分ね、これね見てる人 いたらあれかもしれないですけど、当時その、バリバリバリューっていうねいうテレビがあったんですよ。バリバリバリューっていう、で世界のなんかお金持ちを取り上げる番組なんですけど、そのバリバリバリューで携帯アフリエイト、副業で携帯アフリエイトで3000万稼ぐ男が出てて、これ知ってる人、まあ、原稿で見てた人いるのかな。もうそれ見てね、もう絶対ネットしかねえなと思いましたもん。で着メールサイト、その人運営しててアフリエイト報酬で3000万みたいな、でなんか副業なんだけど3000万みたいな、副業で3000万ってどういうことみたいな。でなんかその電動カーテンですよね。で多分それ見たのが本当に本当に5、6、7年前ぐらいの話なんですけど、当時薄型テレビってお金持ちの象徴、なんかあれだったと思うんですよ、象徴というか。電動カーテンに薄型大画面テレビで、なんかそのなんだ、スピーカーもバーンみたいな感じで、なんか住むところもすごくて、なんだこれみたいな。でその時思ったのが、やっぱネットしかないなって、これからネット伸びるぞって思えたっていうのがね、これラッキーでしたね。多分あの世界のバリバリバリューって視聴率ゼロではないはずなんで、絶対誰かみんな見てたと思うんですよ。でその時にこれからネットが来るっていうことを、もう確信レベルですよね、これしかないなっていう、なんか確信レベルですよね。やり方はもちろん分かんなかったですよ、アフリエイトの言葉も分かんなかったんですけど、これからネットやなと、ネットしかないなっていう、だそこにこうフォーカスが当たったっていうのは本当にラッキーでしたね、今振り返ると。もうこれしかないっていう、だからこの道しかない、これからはネットしかないぞっていう、その道をやり方は分かんなかったと。だけどなんか一つの光というか、それがもう圧倒的にその自分の中で、ついたっていうところですよね。だからまあ、辛い仕事も頑張れたのかなっていう、前職のね。だから泊まり込みでもずっと仕事したりとかいろいろやってたんですけど、このスキルさえつければなんとか飯食っていけるだろうって常に思ってたんで、大変だったけど、例えばまあコピーライティングだったりとか、まあいろんなマーケティングとか、なんかそういうのいろいろやっていく中で、まあこのスキルあればなんとか飯食っていけるだろうと、なんとかなると自分のためにやってたっていうのが結構強いですね。だから前職でその売り上げがねバンバン作れるようになった時に、上の人からね給料もうちょっと上げるぞ、上げてもいいよって言われたんですけど、いや給料のために働いてないですって僕言いましたからね。別に給料もらうために働いてるわけじゃないんで、あすいません、あのパソコンいいっすかみたいな、パソコン新しいのじゃあお願いしますみたいに言ってましたからね。だから本当に自分のためにやってた、もちろんその会社の売り上げのためっていうのももちろんありますけど、自分のコアな部分ですよね。これさえあれば、これマスターするんだっていう、なんか強い気持ちはありましたね。てか、それしかない。だって、ね、君アルバイトでも取るの難しいよって言われた人間ですから、なんかないとダメじゃないですか。手に職じゃないんですけど。なんかないと生きていけないんで、そのなんかがネットだったっていうのがね。本当にまあラッキーだったなと思いますね。そこを明確的に思えたっていう。でもやり方は分かんないんですよ。そこですかね。まあちょっといろいろと脱線しましたけど、はい、いろいろとご質問いただきましたけれども、はい。まあそんな感じで、まあ結構吉谷節は出たんじゃないかなと思いますんで。だいぶまあ吉谷節出たと思います。はい。まあぜひ、なんか参考になればいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回いただいた、内容に関して、回答させていただきました。ありがとうございます。